コストのエチュードの3回目ですね、後半です、前半はほとんど単音が多くて、左手は楽だったんですけれども、後半はこれアルペジオになってますね。一度に出す音の数は実は少ないんですけれども、それもアルペジオになってますんで、抑えなければいけない弦が複雑になります。ですから左手が大変ということですね。最初のところを弾いてみますと、こんな感じです、一番最初のところ、抑えるのが大変な時に和音を抑える一つのコツというのは、一度に全部抑えられれば、必要な和音の域を全部抑えればいいわけですけども、おはよう。このようにアルペジオの場合には必要な順番に押さえるというのが一つのポイントですね。だから一番最初、小指で1弦を押さえて、中指で、4弦を押さえて、薬指で、3弦を押さえて、人差し指で2弦を押さえる、この形が一瞬にできればこれ一番いいんですけど、できない場合には必要な順番に押さえます。まず1弦と4弦はこれは押さえざるを得ない、で一遍に押さえて、そして2弦を押さえて、これはこの押さえていた4弦を離すわけですけども、そしてその次に人差し指で2弦を押さえる、そしてもうこの今押さえている小指、薬指、人差し指を離す必要があります。そのまま中指の上下で4弦を押さえたり離したりする。これを一分に押さえようとすると大変ですね。でも、こうやった方が楽です。そして次2小節目に移るときには、ポイントは小指を離さない。そして、薬指も離さないですね。薬指は、今3弦を押さえてるわけですから、4弦にスライドさせますね。隣に持っていく。この形からこう小指はスライドさせながら、薬指は隣の弦に滑らせるように移動させます。そうすると、そして人差し指を3弦に下ろすのは大変ではない、こうなりますね。そして、この人差し指を潰す形で1フレットを制覇する。このようになるべく左指の形に連続性を持たせる。同じ弦を離さないで済むときには離さないで滑らせますし、フレットが一致している場合には隣の弦に移動しなければいけない場合は滑らせるように移動していきます。次はもうこれしょうがないんですけども、離しますね。ここも小指から順番に押さえていけば、今、5段目ですけども、全部いっぺんに押さえようとするとこういう形になるわけですけども、これができない場合には必要な順番に押さえます。そして中指を離さないのが次のポイントですね。同じ音ですから、このまま制覇をします。そして薬指を出す。まあ言ってしまえば薬指も共通してますから、薬指を置いた形でこうやるのが一番正しいですかね。薬指を離さないで、まあ、これが一番正しいでしょう。
でもまあ、これで楽だと。そしてその次はこの正派のままで中指を三弦に移動しながらこうなりますね。そして次は ここですけどもね、ミドのシャープラソ、そして次のミの時に全部離してしまうはない。なるべくこれは和音を構成していないわけで、順番に高い音から下がってきているアルペジオとは言い難いのかもしれないけれども、前の音を残した方がいいと私は考えます。ベースは当然なってますね。ミからドのシャープは同じ弦だからな、しょうがない。そして2弦でラを弾くときに人差し指を離しません。そして次のその時にも離さない。そして次の一弦の時には人差し指離さざるを得ないんですけども、残りの指は置いておきます。一弦の通う弦を弾く時に小指の音は離さない。そうすると外見の和音ができるわけですね。そのことで、響きが豊かになります。全部離さない方がいいと私は考えます。小さいところですけども、キラッとした響きが残るか残らないか、その違いが出てくると思いますね。そして、その他の最後はこれはもちろんこういう和音の連続だと考えます。だから全部離していくと全然つまらない響きになりますね。なるべく前の音を残そうとします。そしてここで滑らしてと次に切っていきます。今日はこれぐらいにしておきましょう。